どうも料理のおじさん、リュウジです。はい、今日はですねコラボ案件ですね。はい、で何とコラボかっていうとですね、こちらはですねトミシャンタンデラックスです。これ中華のイメージが、ね、結構強いと思うんですけども、かなり万能調味料なんですよ。ここにね書いてあるんですよ。一応ね中華万能調味料って書いてあるんですけど、これ中華に限らずねかなり万能な、使い方ができる調味料なんですね。でこちらをですね今回はですね中華っぽくない感じでですね、ちょっとがっつりとしたね丼を、こちらのソーミシャンタンで作っていきたいと思いますので、早速やっていきたいと思います。それではですね材料紹介いってみたいと思います。まずですね豚バラ肉ですね、こちら 100g になります。はい、薄切りですね。長ネギです。これが2分の1本できればね青いとこの方がいいです。はい、こちらもう丸々使っちゃいます。あとですねレモンですね、こちらが8分の八つ切り、八つ切りを2個用意しました。はい、これですねまあレモンがあればレモンが一番爽やかな風味があっていいんですけども、レモン汁でも結構です。レモン汁だと小さじ1ですね。一番大事なのはこのソーミシャンタンデラックスです。こちらでほとんどの味をつけています。早速作っていきたいと思います。まずですね分量外の氷を用意します。はい、それからですね分量外のウイスキーです。はい、あと分量外の炭酸ですね。はい、それから分量外のレモン入れます。これ、ね、皮を下目に絞ってくださいね。そうするとあのここの香りがハイボールに移って、ね、めちゃめちゃうまいので、はい、こちらでハイボールの完成です。あ、ちょっと、小芝居がありましたけども、料理の方を、ちょっとね、ハイボールを飲んで楽しく作っていきたいと思います。まずですねこちら長ネギ、これちょっと太い部分だったので、今回は全体量の3分の1ぐらいの、長さに切ってあります。はい、まあ、量的にはこれぐらいですね。はい、こちらをですね、小口切りにしていきます。で今回はですねこちらの、 かなり青いところも使って、いきたいと思います。でですね注意点としてはこちらにですね、この間に、砂が噛んでる時は結構ありますのでよく洗ってください。こちらもね結構ね香りが立って美味しいんです。青いところ関西ではねかなり使うらしいんですけども、関東ではあんまり使わないご家庭が多い。これ捨てるって方が多いんですけど、これすごく美味しいとこなんで、皆さん捨てないでください。これね、ちゃんと美味しく変身させられます。そうしましたらですね、こちらの耐熱容器なければまあなんか、丼みたいなのも考えます。こちらに先ほど切ったネギを全部入れていきます。でですねこちらに豚バラ肉ですね、こちらをですね、まあ、食べやすい大きさにちぎって入れます。僕極力包丁使いたくないので、でもちぎった後はねよく手洗ってくださいね。これねこんな感じ、一口大で結構です。大体、これぐらいのか、これぐらいの長さだったら半分ぐらいで大丈夫です。はい、こんな感じです。はい、それではですねこちらに味付けしていきます。黒胡椒結構多めでも構いません。3つまみぐらい入れちゃいます。結構パンチを効かせたいので。はい、そうしましたらですね、レモンです。皮を下にして絞っていきます。まあ、大体分量にしてはですね小さじ1弱ぐらいですね。その上にですねお酒も入れていきます。お酒大さじ1半です。こちらのソーミシャンタンを小さじ1よりちょっと少なめ、小さじ1弱ですね、入れます。これをなんとですねアップして電子レンジで600W5分、なんとですね焼かないんですこれね。電子レンジで加熱して、できるですね洗い物がめっちゃ少ない超エコ丼になってます。はい、ということで5分加熱したものがこちらになります。こちらですねよく混ぜていきます。全体に味が行き渡るようにね混ぜていきますね。はい、そうしましたらもうね盛り付けちゃいますね。いやもうねこの状態でねもう今すっごいうまそうなネギの香りがしてます。ですね、で肉がつり盛りまして、このネギがね結構ねもうトロトロのソース状になるんですね。このねネギソースがまためちゃめちゃうまいんですよこれ。そうしましたらですね追い黒胡椒ですねをパラパラと、でその上からいりごまですねパラパラかけます。こちらねお好みなんですけどもラー油かごま油がすごく合うんで、今回ね僕ちょっとね辛めの味付けが好きなので、ラー油をこうあしらっていきます。で仕上げでですね残りのレモンをこちらに、
添えましたら、こちらでですね、悪魔のネギ塩レモン豚丼の完成です。イエーイ。はい、氷適量、ウイスキー適量ですね、炭酸適量です。早速食べていきたいと思います。いやもうね、匂いがすっごいです。レモンの香りもすごくしてますね。さすがに生レモンを使ったのでね、ちょっといただいてみます。このネギがね、トロトロなんですよこれ。ものすごい、このネギソースとお肉とご飯をね、一緒に頬張ってみてくださいね。いただきます。うまいなお前。あー最高に、あー最高ですね、最高にうまいです。何がすごいってね、味がものすごいバッチリ決まってるんですね。これね、ほとんどの味付けがソーミシャンタンだけなんですよ。なのにこんなにいい味がつくんだなっていう風な、これ一口食べるとかなりびっくりすると思います。でね、レモンの爽やかさとネギの爽やかさ、あとね、ちょっとオイラー油がのピリッとしたのがね、またこれがね、ハイボールに合う。めっちゃ合う。これね、皆さんね、あんまりね、丼でね、飲まないと思いますけど、これめちゃめちゃ飲めっから本当に美味しいです。まあアレンジとしてはですね、結構パンチの効いた味なので、生卵とか落としても、ものすごい美味しいと思います。本当にね、牛丼屋さんみたいな感じで、食べていただくのも、いいと思います。あとはですね、もっとパンチが、まあ結構これパンチ効いてるんですよ。もっと、ね、欲しいなっていうことは方は、あの生姜とかおろしにんにくとかを加熱する前に入れていただいてもものすごく、美味しいと思います。あとですね、今回ね、豚バラ肉を塩さんで使用したんですけど、まあ、なんで豚バラ肉なのかなっていうとですね、豚バラ肉は結構その脂身が多いので、レンジで加熱してもですね、そこまでね、硬くなりにくいんですね。今回はですね、結構ね、柔らかい、食感を保ってます。これはやってほしいですね。誰とは言わないです、みんなにやってほしいですね。この動画を見てる皆さんにぜひやってほしい。うん、幸せだ。料理研究家っていい仕事ですね。もうね、本当に美味しいです。これがとっても美味しいのはですね、ソーミシャンタンの味がすごくしっかりしてるからとかもありますので、どちらかというと中華っていうよりは今回はがっつりとしたね、和のこう塩豚丼みたいな感じになっておりますので、このソーミシャンタンの新しい道というかですね、新しいこう使い方の発見があると思いますので、ぜひぜひですね、こちらこう試していただきたいと思います。はい、ということでですね、今回の悪魔のネギ塩レモン豚丼、どうでしたでしょうかね。まあ、僕はね、今回コラボさせていただいて、やっぱりね、このソムシャンタン、めちゃめちゃいい調味料だなっていうのがかなり再認識できました。多分ね、作って食べてもらうと分かるんですけど、これ専門店来たのぐらいのね、そんなね、複雑な味するんですよこれね。なんかね、ラードとか、油分もすごく、使われててですね、本当にこれ1本でかなりいい味がつくっていうのがですね、すごくいい調味料ですので、皆さんもですね、ぜひぜひ活用していただきたいなっていうふうに思います。